皆さんこんにちは、ゴルフインストラクターの石井忍です。さて今回もですね、エプソンの M トレーサーを使いながら、女子プロゴルファーのデータを取ってみたいと思います。今回はですね、スペシャルゲストです、横峯さくらプロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。横峯プロは、普段練習の時にね、M トレーサーを使ってデータを比較したりしているということなんですけれども、使ってます。はい、使ってます。はい、わかりました。そうしましたら今日もいつものようにデータを取って、でちょっと比較をしながらお話を聞かせていただきたいと思います。はい。アドレスをしていただいて、はい、OK です。それではじゃあデータを見ていきたいんですけれども、もともと横峯プロってこう上からボールをガツッとこう潰して打つような印象があって、フェードを打ってくる、でこれだとこうインサイドから少し捕まえるようなイメージなんですよ。でこ のアタック角といって、そのクラブの動きだけを見るとちょっとアッパーということで、なんか本人の中で変えてるところっていうのはあるんですか？上からすごく打っていたものを、結構こうフラット気味に打つようになったと思います。ね、はい、だからそれが数字でわかるという。そうですね。ね、はい、ですから元々がやすいです、ね、ダウンブローだったものが、ややアッパーで、これだけダウンブローだったものがアッパーになる、球筋も当然変わってきますから、その少しフェードからストレート、ややドロー、ストレート付近になってきたということですよね。はい、そしてヘッドスピードは43ということで、こんなもんですか？それぐらいだと思います。はい、でこれなんですね、回転の、数値なんですけれども、もともと少し上から潰していた時、フェードを打ってきた時っていうのは、もう少しこのシャフトをおそらく右に回転オープンにしながら打っていたと思うんですよ。自分のいい時、あるいは少し調子を崩してしまっている時っていうのは、これすごい参考になりますよね。で、テンポなんですけれども、そのバックスイングの、大きさに対してのダウンスイングのテンポで 3.3 ということで、この辺はいい状態の時をこのリズムを参考にするっていうのはあります？そうですね、やっぱりこう練習の時の、もう試合の時もやっぱり一定のリズムっていうのはすごく大事だと思うので、参考にしてます。プレッシャーかかった時でも同じテンポで打てるように意識をする、そしてこういうもので数値を測って、意識をより強くしていくということですね。それでは横峯プロから、アマチュアの方にアドバイスというか練習方法みたいなのがあれば教えていただいたら。そうですね、ドライバーでここにボールを置くんですけど、このボールがあると、ちゃんと体で上げれるので、手でサッと上がってしまうとボールが動かないということですね。そうですね、ゴロッとこうボールを転がすようなイメージで、ここにスーって行ったら体で上がってますよっていう、上がってるっていう、それは分かりやすい。つぶりでもいいかもしれないです。どちらでも。じゃあボールを後ろに置いてこうグッと球が転がれば、もうその時点で体がしっかり回ってるっていう。そうですね、目安になるってことですね。手で上げてないっていう。ぜひ試していただいてほしいですね。ぜひ試してみてください。横峯さくら選手のドライバーのショットをデータを見ていきたいと思います。まずは特徴ある非常に大きなバックスイングから、実はですね、このトップのポジションからクラブがですね、これだけ大きく回っているにもかかわらず、上がっていった軌道の内側をきれいになぞって、クラブを溜めてしっかり打っていっている様子が、よくわかりますね。はい、それではインパクトのところなんですけれども、少しシャローにですね、ボールを払うようなイメージ、インサイドから捕まえるような感じ、というふうにスイングを変えたということで、数字にもよく表れています。そして回転の画面なんですけれども、少し右に回転しながら
ぐっと左側にシャフトを戻していってボールを捕まえているんですね。バックスイングからインパクトを変えていくことで上げていく時のシャフトの回転量もかなり足に比べると小さくなっていますね。各データですね、2014年この外側を通っている赤い方の数値のデータが2014年2月のデータですね。今よりも少し大きく上がっているように、高く上がっているように思いますけれども、これは本人おっしゃってました、少しフラットにすることでトップの高さ、正面から見た時のフラグッドの高さ自体は少し低く見えますね。やや内側を通って少し軌道がフラットですから、少し正面から見た時には低いところを通っているように見えるんですね。